ジョニートークジョニートーク、はい、ボリューム24ですね。サウンドハウス大好きかけるです。あ、どうも、アマゾン大好きドンです。もう機材購入は基本的に、はい、だいたいね、そういろんなもん買ったからね。今日もなんか、ね、わけわかんないもん。今日ね、新導入しましたね、うん、こちらの、まあ、こちらしか見えませんけど、ね、ほら、画像、動画は、はい、ツイッターの方のこちらですね。それ名前なんちゅうの。これはですね、コルグ社からリリースされてる、はいコルグ社、はい、ナノキースタジオ。ナノキースタジオ、キーパッドですね。そう、Bluetooth なんだよ、しかもこれね。これ Bluetooth、完全ワイヤレス。はぁ、で、まあ、モバイルミディキーボードで、はい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 、まあ、モバイル言ってるぐらいだから、うん、全然ちっちゃい。てかミディじゃないけどね。何がどういうこと。ミディでだって送ってないから、ミディキーボードじゃないんだけどね。あ、ミディでも信号はあれでしょ、 Bluetooth で送ってるから。信号とミディキーボードってミディのケーブルを使ってるからミディキーボードだったけど、もうミディって言わないんじゃない、うん、ちょっと何かピッ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 って音は全部入ってるからね今。あ、つなぎ切れた。今ね、これ多分皆さん聞こえてないと思うんですけど、パソコンに四角してます。パソコンを肩脇に抱えて、大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫、はい。何がどうだったの？いや、あのね、うん、俺も Mac をさ、開いてさ、うん、このキーボードの音は、うん、Mac 経由して、はいはい、ミキサーに送ってるけど、はい、スクリーンセーバーを働いてね。切っときなさいよ。そうでしたね。あのね、うん、今その Mac の、うん、作曲ソフト、ダウソフトのロジックと、はい、ロジックでこのミディキーボードを認識して、うん、ロジック内の音をこっち触って音出してる、うん、はい、出してみてください。ね、今設定中。いや、今はね、効果音としてね、はい、効果音として出したくて買ったの、はい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 、だからこういう、はい、こういう、はい。他の音は出ないんですよ。あ、出ます出ます出ますか。出ます。でも一応設定しなきゃいけないですね、今見てると。そう、ね、あと例えばこんなホイッスルみたいな、はい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 、こういうのとか、段階があったな。そう、あと、うん、こんな正解みたいな、はいはいはい、正解って感じはしないけどあんまり。ピンポンとかじゃないんだよ。あとこっちはピアノ、普通にものすごいリバービー、うん、はい、ちょっとなんか不気味な音するんで、もう別に大丈夫です。こんなね、はいはい、まあ、あとはじゃあそれからそれに設定すればいろんな音出せるってこと、ね、そうそう、あとなんかいろいろさ、今このデバイスは、はい、ピアノの2オクターブぐらいのピアノのキーみたいなのと、うん、あとドラムパッドみたいなやつもあって、あとね、こうタッチパッドもあるのよ、はい、タッチパッドが面白くて、うん、これまあ多分ジョニクロでやることは基本ないと思うけど、ジョニクロの演奏ではってことね。そう、うん、あのね、例えば、はい、アルペジなんちゃ、そう、アルペジエーターでしょ、うん、とかやると、例えば、うん、こういうさ、1個押すと、うん、こういう風に、ね、うん、鳴らしてくれるじゃん、うん、これもタッチパッドでやると、うん、このままピッチが上がってったりさ、はい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 、すると使いづらいね、でもね。そんなこと言うなよ。いや、そんなこと言うな。曲の演奏の中だとどう使うのかなって思う。あ、そうね、うん、だからこれあのテクノ系の人たちはこういうの、ディレイがすごい、ディレイがすごい、ディレイがすごい、あ、どうしようかな。一回止めたら、あ、すごいことになってる。一回再生したら消えると思う、スペースをして。そっちじゃない、そっちじゃない、ロジックの方で。え、ロジックの方、あ、こっち、うん、違うの、これなんか別に再生させてないんだよ。それ再生させたら消えると思う。はい、ミュートミュートってことはまあ鳴り続けてはいるんだね。そうとこういうね、遊びがやりたくて買ったんですよ、はいはい、うん、でね、買って触って、うん、あ、面白いなって、ね、うん、とかやってたら思った、はい、うん、パソコンのキーボードでいい。それに当て込んで。そうそうそう、マジもったいねえ。それいくらで買ったんですか。これはメルカリで9000円ぐらい、ね、うん、まあ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 、うーん、いいんじゃないかな。でもおもちゃとしてね、キーボードでネタつって考えたら、うーん。ただ、はい、私得意なのは、はい、買った以上は、はい、有効に使いたいから、はい、これを使うような曲作ったりするから、はい、誰が演奏するの。あんたベースでつきっきりじゃん。だから常君たちにこうやって、いやいやいや、常君も両手は両足使ってんだよ。アパッチあたり、アパッチも両手、あんま使ってない時もあるか。そうそうそう。まあね、なんかこう有効活用ね、使わせるってことだね。そう、ジョニートークでも、はい、いろいろジョニートークとかそういうラジオ系では使う、ジングルとかさ、うんうん、ある程度さ、うん、こっちに入れといて、うん、だこうマニュアルで操作できたり、あとなんかもしディレクターみたいな人がいたらそれ渡せばやってくれるもんね、はいはい、ね、うん、かドンちゃんも買えば、うん、
みんなあのお互いの今噛んだねとかそういうこともできるなるほどね、はい、あそれちょっと楽しいかもしれない、ね、そっちの方がねやってみたいなと思って、うん、まあサウンドハウスなんかあなたほらあれ持ってたこれサウンドハウスじゃないよメルカリって言ったあのパッド買ったじゃないパッドパッドあの要は何パッドあなんていうの iPad みたいなやつ、パッドじゃない普通になんタブレットタブレット貸したじゃない、うん、あれでもできそうじゃない Bluetooth つないだらあできると思うだから最初はアプリでねやろうかと思ったんだけど、うん、あのほらなんつうの操作性がさ、うん、どうしてもこう、うん、悪いから、うんうん、物理的なボタンでやりたいじゃんまあわかるわそうそう、ね、と思ってそれあれだなあのスマホに変えられないガラケーのおっさんの話だいつの話いやだからそうじゃんガラケー好きな人はもう、うん、あのポチポチ感が、うん、あの安心するから押してる感とかねそう押してる感がないか ら, だからこっちさ、うん、ほら音楽機材ってさ、はい、その強弱とかあるじゃんか、うん、あるねだそれはさやっぱこっちはさ、うん、こう軽く押すとこうこんなもんで、うん、強く押すと変わんないかあいや変わるけどここで変わるけどまあ大きく分かんないけどね、うんまあいろいろそうですね遊び方はいろいろあるかなと思って、はいうん、サウンドハウスの話したのにメルカリで買ったものを紹介しました、ね、いやいいんじゃないですか別に、まあ、つかみはこんなんで安いとこはなんか今日バラつくもんねサウンドハウス で高くてうちの今日俺が買った前昨日先生と話したミキサーの、うん、サウンドハウスだったら16万とかアマゾンだったら10万だったああそうだねそういうなんかなんつうセール的なセールなのか、まあ、出してる人がそうなのか分かんないけどね個人出品ってすんのアマゾンってあする個人分かんない俺アマゾンで出品したことはないから分かんないけどでもなんか何々商店とか書いてあるよあの販売元みたいなで一応店舗かなそうでもアマゾンが販売元だったから、うんうん、もしかしたら個人商店かもしれない俺だそれだと、うん、まあ定価で買うやつ例えば消耗品ベースの弦とか、はいはいはい、ああいうのは、うん、もう別にどこで買ってもあんま変わんないのと、うん、サウンドハウスが一番安くてあと早いんでしょそうそう早い、ね、これはあの都内23区で、うんうん、サウンドハウスって倉庫が成田とかあっちにあるから、うんうん、24時間以内に注文したら来るから、うんうん、ライブの前の日とかやべ弦買ってない張り替えなきゃ、うん、って時も前の日の午前中ぐらいに注文すれば次の日の午前中ぐらいについて張り替えてとかいけるから、はあ、そういうのもあるね、まあ、全部クレカ対応で買えるみたいなそうそうそうでもね、うん、昔多分 7,8 年前は現金か、うん、なんか玄関口でやるみたいなあのなんだっけ、忘れちゃったあるねアマゾンでまだあるよなんかあの代引きだ代引きねそうそうそうあのね一回ね、うん、ハッキング攻撃を食らったらしくてねサウンドハウスが、うん、だそういう個人情報が抜き取られてから、うん、サウンドハウスクレジットカードダメですってなって、うん、それ割とあのなんだろうね IT の、うん業界のそういうハッキングの事件の代表に上がってんのよ、うんうん、へぇ大規模なやつミュージシャン逃亡式普通の結構さプロのミュージシャンとかもサウンドハウス結構使ってるじゃない、まあ、使うと思うよ、うん、怖いねそう、 そうねであと、うん、結構歴史長くて、うん、俺15歳の時に初めてギターアンプを買った時、うん、あの初心者セットについてたアンプって 10W ぐらいでちっちゃいのさ、うん、MacBook ぐらいなの、ね、あの簡単に割れるやつです音は音はすぐでそれだとやっぱこう歪まないのさ、うん、アンプで歪ませるってことできなくて、うん100W の買ったんだけど、うんうん、それはもうサウンドハウスだったから俺が中学の時にはもうあったよそうです、はあ、俺知ったの10年前かなそのなんか専門学校を変えた時に、はいはい、ギタリストの友達が、うん、サウンドハウスサウンドハウスとかっつってそうそうそう最初何のこと分かんなくて聞いたらまあそのネットショップそうだねネットショップは多分結構通販で割と走りの方じゃないのサウンドハウスってもそうだと思うよそうだよねだって俺中学の時買ったのって、うん、当然パソコンじゃなくて、うん、雑誌の、うん、そういう通販コーナーにサウンドハウスの一覧があって、うん、ああそこにも出店したんだそうあでそこで買ったんだけどあしたはさっさまの風呂のおっさんとか乗ってとじゃあそこじゃないあ違うのあそこじゃちゃもうちょっとちゃんとした商品のページですあって、うん、あ多分それは音楽雑誌じゃないああいうプレイヤーとかギターマガジンとかそういうやつに載ってて買ったと思う、うん、ただ、うん、確かねアンプそれ3万円ぐらいだったんだけど、うん、まあうん安いねで中3にして3万だから ね、まあ、結構ねなかなかでしょそうだねで通販自分の意思で通販って初めてだから、うんはいはいはい、で3万円じゃん、うんで多分最初にそれは銀行振り込みかなんかで買ったんだけど、うんうん、届くのに結構かかんのよ、うん、当時は怖いよね何回も電話したもんあのいついつ注文したものですけど、うんうんうん、注文って
連絡って予約って言ってますかとか、振り込んだんですけどって逐一確認して、そんぐらい怖かった。わかるよ気持ちは、ね、そうなるよ絶対そうなるよ。今やもう何の心配もないけど。すぐに窓口が近くにあるのもでかいよね。あのインターネットがあってメールとか窓口やってくれるんで、チャットとか、ね、そうだね。それがあるから安心感っていうのがでかいから、昔当時はね電話だけだったりしたから、うん、ファックスとか。しかもなんか通販って昔ってさ直電じゃなかったでしょ。今もそうか。あの通販は通販でなんかその電話コールセンター雇ってたから、うん、全然そこの会社の方に電話行かなくてなんか全然解決しなかった。あ、そうなの。そういうの知らない。そうなんだ。うん、もうあったあった。あの店舗直電でやってるところ少なかった気がするよ。でもあそういうのね、そういう会社、うん、電話受けてくれるとこ挟んでやると。そう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 。なるほどね。なかなか見つかったね。俺はあんま買ったことなかったから、怖かったから、うんうん、あの初めてのギターもそれ買ったってたもんね。そうサウンドハウスじゃないよ。だからでもそれはもっと怪しい通販。届いてよかったね。そうあで、うん、最近一番最近買ったものって言ったら、うんうんうん、ドラムマイクね。サウンドハウスでドラムマイク。あのこの間の配信でね、ドラムマイク使ってすごい音良かったからドラムマイク買おうかみたいな話をしたら、うん、いつの間かもう買ってたもんね。あなたね、買っちゃったみたいな。届いた時びっくりした。はぁみたいな。はぇ、アパッチとか、うん、ツネ君の北見とかに LINE で聞いて、うん、商品のリンク貼ってさ、うん、これどんなどうか買安いから、うん、良さそうだったら買うけどっつって、うんうん、いいんじゃないですかって来たから全員の返信来る前でも買ったでしょ。買った。アダッシュケースみたいな。そうバイオハザード的な感じの入り。そう今持ってきてね、うん、確かにあの赤毛のマークがねバイオハザードっぽい。バイオハザードっぽいけどその中になんかあれあのグレネードランチャーとか入ってたもん。じゃあこれはあれだ、キメラウイルス。注射器が入ってる。あ T ウイルスね。そうそう T ウイルス。これあの、うん、動画はツイッターでね、はい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 、こういうやつね。こういうやつ。そうそう7本セットで、そう結構リーズナブルな値段で、うん、3万円3万円で3万円で数百円お釣りくるぐらいじゃん、うん、安いよ。でも 7本ついててでなおかつクリップのあれもついてるから結構いいよな。そうだと思う、ね、こういうねこういうやつです。まだ全然使ってないけど、まだまだ誰の手にも弱ってない。そう驚きなのは、うん、ドラマーじゃないのにドラムマイクセットを自前で調達した。いやわかるわかる。でもそのぐらいだったらでも買ってもいいかなと思っちゃうもん。ドラマじゃなくても、そう、ね、ドラマーだったら高いの買うかもしれない、うんね、だからうちほら流動的だし、そうだ、ね、固定メンバーの我々2人が常に持ってたら、うん、いつでも出動できるからいいかなと思って、うん、そうなんで。だからミキさんもそういう意味で買ったし、別にエンジニアがいつもいるわけじゃないから、うん、そうね大事大事。俺ももう一個買おうかなと思って、ドラムとパーカッション2人いるからさ、はい、俺も俺で買っといた方がいいのかなと。もう一個セット、あこれで折半するつもりだったけど。そうだけど、うん、だからほら同時に出ることも結構あるじゃん。あります。パーカッションは同じでよろしいのかしら、ドラム、マイクは、ね、まあ、あれじゃないの、アパッチは、うん、半分出すんで、うん、貸してくださいって言ったから。そうだけど、でもこれ使いたいんじゃないの。じゃあこれでいいのかな、まあ、聞いてからの方がいいとは思うけど、うんうん、まあ間違いないと。別にこれ例えばバスドラム用のマイクとか特徴的な形してんじゃんか、うん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 、あれ低音を集音するのに向いてるから、はいはい、ベース取ったりもあれですね。ああなるほどね。そうそうそう。だからサックスとか、ま、多分タム用のやつも、うん、なんだろう、いわゆるダイナミックマイクで普通に声とかもやろうと思うと別にいけるでしょ。まあ、でも多分レンジ性があるけどね。レンジが違うんだよね。そうそうそう。ゴッパチみたいにそのいろんな音取るんじゃなくて、なんか多分最初からもう EQ 振ってるんでしょ。振ってるというか、なんかそうかもね、取れる音、そういう風に設計されてるか、うんうんうん、でもコンデンサーマイクはさ、うん、割と結構環境音とか取るのにもいいんじゃないの。あれは指向性マイクだと思ったの。こう仕事でも使うけど、うん、ペンシルって細長いじゃない、うん、超指向性だとそのとこの音しか取らないってやつ、うん、あそうなの、うんうん、コンデンサーだからこう環境全体取るの。用途がいっぱいあるのよね。ペンシルっていうのは指向性で、うん、あとこういうなんか俺はさ前ドニトリックってやつ、あれは両方の指向性なんだけど両方から取れたりとか、うん、全方向性とか取れたりとか、はいはい、ゴッパッチって取れる音ってここらなんていうのすごい、そうだね、ドッジボールぐらいの範囲にしかないね、大きさでいうと、はいはい、範囲が、うん、でもすっごい高いコンデンサーマイクで、うん、置くタイプがバウンダリーマイクっていうんだけど、はい、会議とかで使うマイクでも同じ種類があって、うん、それはコンデンサーマイクで拾うともう本当部屋一杯分の音取れるみたいな。あそうだからノイズ乗りまくりだってでも取れるの扱い難しいねだからなんか円卓の会議とか録音するときに使ったりとかこうする。そうなんそれはもう絶対返し出しちゃうともう当然ハウリングするけど、うん、みたいな。まあね使ってみてさ、うん、あこれあれにも使えそうだなってなったらどんどん使ってっていいんじゃない。じゃあもう
セットあってもいいのかなっていう気はしてるけどね。あ、さまよね。あ、じゃパッド買い、あ、じゃタブレット買おうかなと思ってた。どっちだろうかな。いや、まあどっちも買えないよ。いや、タブレットあったらどっちも、いやきついな。どっちも買えないよ。先月続き、今月も結構出費が。iPad は高すぎる。iPad って5万6万ぐらいでしょあれ。まあ中古でいいんだったら。これ2個買えるよ。確かにね。確かに。iPad じゃなきゃダメ。Android 系のパッドとかで全然いいんだけど。いや別にタブレットなんでもいいんじゃない。あんた何使ってんの？これ、うん、これは Chromebook だから、うん、Chrome OS。OS は Chrome なのか。そう。え、あのマッキーのやつはインストールできたの？できたよ。あ、じゃあそれは使えるのか。で一応、うん、Chrome 作ってんのって、うん、Google じゃん、うんうん、Google って Android 作ってるじゃん。だからその辺の互換性はあるんだよ。あ、そっかそっか。 Android 用のアプリも入るよ全然入るけど、うん、やっぱ Chrome OS はそれ用の設計があるから、うんうんうん、あの全部が全部 Android アプリ動くっていうあれはないけど、ただ Google が正式に出してるアプリは全部動くんじゃない、うん、ドライブとかそういう系のやつは。あ、そう、もちろん。でこれ一応基本的にブラウザ上で操作するのがメインだから、 Google Chrome だから Chrome OS なんだけど、そう、 そうだよね。ドライブとかもその何スプレッドシートとかも基本ブラウザで動かすもんね。そうだね。めんどくさいとちょっとディスクっぽくと重くなるから確かに。じゃあ 俺も同じの買おうかな。クローム、まあ、クロームブックこれいくらぐらい？メーカーはレノボで3万円しないぐらい、うん、なんか1万円とかあるじゃんすぐらいのやつあるよ全然。あのファーウェイとか、うん、ああいう中国のメーカーが出してるやつはもっと全然安くて、うん、処理も早いし、うん、っていうのあるよ。なんか別に用途としては多分カシミンのと、うん、あとはこれそのミキサーバスのとこが使わないから、うん、そしたら全然アンドロイドのやつの方がいいんじゃない、うん、まあ、あんまちっちゃいとね箇所見にくいからちょっと大きめがいいけど、俺持ってるこれが11かな、 B5 サイズぐらいになるねかな、じゃない B5 ぐらいじゃない紙で言うと、うん、A4 まではいかないけどみたいな、このぐらいが、うん、持ち歩くにはちょうどいい、まあね、13ってなると、うん、タブレットにしてはでかくて、13って俺が 13.5 インチだから、これが Mac でしょ、 MacBook でしょ、これちょっとでかすぎ、確かにね、でしょ、だったら Mac 使えばいいじゃん、だから、ね、そうだからタブレットで、うん、例えば譜面の代わりとかするんだったら、はいはいはい、こんぐらいがいいのかなと思うけど、ユースケ君 iPad Pro とか持ってる、うん、でかいの見るとでかいのは見やすいねって思う普通。でも持ち運び大変そうだなって、ね、そうだよ。でかい割にそこまでパソコンほど細かいことできるわけじゃないから、うん、微妙だなっていう気はするけど、でも確かに、まあ、迷ったら全部買えばいいんだよ。金くれよ。だったら金くれよ。さあ、はい、つかみが長くなりましたが、あ、つかあと1分です。え、嘘。1分半掴んだ話で終わったよ。まあいいんじゃないですか、たまには、まあね、本当は先週の話だと、あ、そう、ね、あのエンターテイナーのサビをやるって言ったけど、はい、すいません。今週の放送、次週に、今週の放送は どうですか、どんな感じでした。ですよね。まあ今日こんなお買い物のお話ってことで、はいはい、女子か。っていうとですね、はいはいはい、まだですね、はい、買ったものがあるんですよ。え、なんですか。それが、はい、次の回かな。もう別に行っちゃえばいいじゃん。そう、長くなるの話が。いや長くなんないけど、うんうん、出すタイミングがそこだと思ってる。あ、なるほど、うん、わかりました、はい、あ、な感じで、なんか俺の目線の先にある気がする。見えるとこに置いてしまったよ。まだ内緒ね。わかりました、まだ内緒。じゃあ次の週ぐらいで、はい、はい、というわけでボリューム24は、はい、掴んで終わり。掴みきれなかったかどうか終わり。はい、終わりで。ありがとうございました。